はい、皆さんこんにちは。園芸チャンネルのゆうきです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今日はですね、私が9月におすすめする花7選ということで、花の紹介をしていきたいと思います。今回のね、動画を見ていただければ、今ですね、買うべきお花がバッチリわかるかと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。では早速今日もやっていきましょう。はい、ということで今回は、今日はですね、9月の2日になります。9月に入ってきて、そろそろね、気温も下がってきて、ガーデニングしたいなと、4月、8月と暑い中、じっとしていて、早く新しい花を買いたいなと思われている方も多いからと思います。そんなあなたに向けて、今回は私が思う9月におすすめの花7選ということで、話をしていきたいと思います。ちょうどね、9月、気温が下がってくるので、新しい花を植えたいと思うんですけども、まだまだね、ペチュニアが元気だったりとか、10月下旬になってくると、秋、冬、春にメインのパンジービューラがね、待っているので、どうしてもですね、9月花が買いにくいかと思います。そんな中でもですね、楽しめる花を今回はご紹介をしていきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。園芸チャンネル。ではですね、大きくですね、2つのグループに分けて7つを紹介していきたいと思います。まず1つ目のグループは、10月末、11月上旬まで楽しめる花ということで紹介をしていきたいと思います。ちょうどね、パンジビオラの代わりとか、あとは今年は特に雨が多かったので、どうしても花壇とかに植えているペチュニアとか傷んでしまって、9月、10月に花を見たいなと思われる方に向けてね、おすすめのパンジービオラが出るまでの期間までは楽しめる花ということで、まず1つのグループを紹介していきたいと思います。ではまず、1品種目から紹介していきたいと思います。まずは、こちら、コスモスです。秋と言ったらコスモス。秋桜と書いてコスモスと読むぐらい、秋の花と言ったらコスモス、ね、大事だと思います。なので今回1番に、こちらコスモスを紹介してみました。ただね、コスモスは寒さには弱いです。なので、10月下旬ぐらいになってしまうと、もうね、弱ってきてしまいます。ただ、こちら、咲いた花からこぼれ種も結構ね、ガーデンとかに落ちてしまうので、こぼれ種で毎年ね、咲いてくれたりする場合もあるかと思いますので、そういったね、お得感もあるかと思います。ので、コスモスがいいのかなと思います。じゃあ、2つ目を紹介したいと思います。2つ目は、じゃじゃん、こちら、ジニアになります。ジニアもですね、春から秋まで楽しめるとてもいい花になります。ただこちらもコスモスと同じように寒さにはめちゃめちゃ弱いです。なので基本的には一年草の扱いで枯れてしまいます。ただですね、秋になってきて最高気温と最低気温の寒暖差がですね、大きくなればなるほど、とても発色が綺麗になります。秋のジニアの花色は一年の中で一番綺麗だと思いますので、パンジービオラの植え付けするまでの楽しめるものとしてはとてもいいのかなと思います。管理もね、とても楽ですし、おすすめの花の一つです。では3つ目、3つ目はこちら、ケイトウになります。ケイトウも一年草になりますので、寒さに当たると枯れてしまいます。ただこんな感じですね、下の中に種が入ったりして、それがですね、庭にこぼれたりするとまた翌年に咲いてくれたりとかしますので、いいのかなと思います。またこちらもですね、普通のケイトウはこういったね、ケイトウなんですけども、こういった秋色っぽいような系統もあったりしますので、秋にですね、楽しむにはとてもおすすめな商品なのかなと思います。4つ目がじゃじゃん、ちょっと今ね、現物はないんですけども、マリーゴールドになります。マリーゴールドも寒さには弱いです。ただ春からですね、ずっと秋、10月下旬ぐらいまで長く楽しめますし、実際ね、秋植えて秋の花色はとても綺麗です。また一番いいのはコスパが最強です。本当にね、100円切るような値段でホームセンターとか園芸さんで売ってますので、少しの期間しかね、楽しめない場合は、そういったコストパフォーマンスも大事になっているかと思いますので、マリーゴールドも4番目としておすすめの花の一つになります。で、ここまでが基本的には寒さに弱くて枯れてしまう花の紹介になりました。で、次からあとの3つがですね、冬を越えて春にも楽しめる花になるかと思います。じゃあ5つ目の紹介、こちらナデシコです。なでしこはですね、暑さにちょっと弱いんですけども、寒さにはめちゃめちゃ強いです。なので9月10月に植えて1回冬になるとですね、花がですね、1回休憩するんですけども、また株が大きくなって春に綺麗な花を咲かせてくれます。おすすめの花の一つです。
次に6個目の紹介をしたいと思います。6個目はこちら、金魚草です。金魚草もね、どちらかというと暑さには弱いです。ただ寒さにはですね、結構強くて、雪の下になっても葉っぱがね、青をして枯れなかったりします。また春になるとですね、しっかり花を咲かせてくれますので、秋と春楽しめるので金魚草もおすすめです。あと金魚草のポイントとしては、嗅いでもらったら分かるかと思うんですけども、いい金魚草のね、清潔感がある匂いがしますので、ガーデニングしていて、ただですね、花の色を見たりとか植えたりする楽しみ以外にも、こういった匂いとかをね、嗅いで楽しむ楽しさも出てくるかと思いますので、おすすめの花になります。で、最後の7個目がこちら、ビデンスになります。特にビデンスの中でもこれ、ハッピーエンパイアという花になるんですけども、多分おそらくビデンスの中で一番売れている品種になるかと思うんですけど、暑くても寒くても結構強いです。で、年中この黄色い花がですね、ちょっとね、夏場とか真冬になるとちょっとね、花の数が減るかと思うんですけども、この花がですね、途切れなく咲いてくれます。で、花もですね、結構花弁が厚くて、このね、ゴールドの花がとても綺麗なんで、こちらおすすめです。店頭で見つけて、今まで買ったことがない方はぜひね、買ってもらえたらいいのかなと思います。人間チャンネル。ということで、今回はですね、9月に買うおすすめの花ということで、10月下旬、11月上旬ぐらいまで寒さに当たったらね、枯れてしまうんですけども、秋楽しめるコスモス、ケイトウ、ジニア、マリーゴールド。あとですね、秋から春楽しめる花として、ビデンスと金魚草とナデシコを紹介しました。実際にですね、9月だとですね、本当にペチュニアとかがまだ元気の場合は花壇ね、しっかり覆ってくれてますし、花壇にですね、10月11月にパンジーとかビオラを植えようと思っていると、花壇に植えた系統とかを取ってですね、また植え替えるのも面倒な場合もあるかと思います。なので僕がおすすめする9月の花の扱い方は、寄せ植えとかですね、プランターなどに植えて楽しむのが僕はいいのかなと思いますので、もしよかったら花壇は秋冬にかけて本番になるパンジーバラに置いといて、玄関をちょっとね、綺麗に飾ったりとかするためにプランターとか鉢とかで寄せ植えなどをされると僕はいいのかなと思います。またですね、さっき紹介した一年草のものとか、こういったね、春も楽しめるね、ナデシコなどもね、一緒にプラントとか寄せ植えに楽しんだ後に、こういったね、系統とか枯れた後に、ナデシコだけをパンジービオラと一緒にガーデンに樹影をしたりするのもいいのかなと思いますので、そんな形で臨機応にしてもらうと、9月にもしっかり花を楽しめるのかなと思います。あとですね、九州とか四国とか温暖な地域だと、9月とかにね、こちらですね、私たちが育種しているマドンナ宝石ピンクと、こちらマドンナ宝石のパープルスターなんですけども、こういったペチュニアも9月の上旬とか中旬に植えて育てることが、九州とか四国などの暖かい地域だと可能です。本当ですね、多分熊本とかで行くとペチュニアとかが冬越してしまうぐらいですね、結構綺麗にずっと咲いてくれるかと思いますので、秋のペチュニアとカリブラとかも寒暖差が大きくなると発色がとても綺麗になってくるので、とてもおすすめですので、暖かい地域の方はペチュニアなどもですね、お庭に植えられてもいいのかなと思います。エンディングチャンネル。はい、ということで今回は9月におすすめする花7選ということで、コスモス、ケイトウ、マリーゴールド、ジニア、ナデシコ、ビデンス、キングソウ、あと番外編としてペチュニアを紹介させていただきました。秋の本番は10月下旬ぐらいから始まるパンジービオラだと思うんですけども、やはりですね、9月10月涼しくなってきたら、やはり花植えたいですよね。そういった場合はですね、こういった花をですね、鉢植えしたりとかプランターに植えて楽しんでもらえるといいのかなと思います。今回の動画はいかがだったでしょうか。今回の動画を見ていただいて、いいねと思われた方はぜひ高評価お願いします。ゆうきの園芸チャンネルでは植物に関するいろんな動画をアップしていますので、チャンネル登録がまだで園芸ガーデニングが好きな方はぜひチャンネル登録をポチッとよろしくお願いします。今日はこれでおしまいにしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。また見てください。バイバイ。